ホリールード寺院の廃墟ホリールード寺院は、スコットランドエディンバラにかつてあった、アウグスティヌス派寺院で、現在は廃墟となっている。寺院は、1128年に、スコットランド王デイビッド一世により建てられた。現在、寺院の廃墟の隣には、ホリールード宮殿が建っている。ルードとは古い言葉で、十字架の意味である。 デイビッド一世が森で狩りの最中苦難に遭遇した時、角の間に光り輝く十字架を持つお鹿か,から命を救われたため、その場所に教会を寄進したという伝説がある。1127年、デイビッド一世はエディンバラ近郊の森へ狩りに出かけた。獲物を見つけた、彼は突然、お鹿の2本の角に危険を感じた。ウエストラスクライドのクロフォード氏族であるジョハンズと、 グレガンの二人兄弟が王を救出した。謝意を表し、王は兄弟たちを騎士に取り立て、同じ年にホリールード寺院を建てた。その逸話から、後黒ード家の文家が寺院創設を記念して、金の十字架を角の間にいただく、お寺の紋章を採用した。この一族は、モットー・トゥートム・テロボレ・レダムを用いた。宮殿に隣接した寺院の廃墟十五世紀から、 多くの戴冠式と結婚式がこの寺院で取り行われた。多くの弾圧や略奪も受けた。イングランド王ヘンリー・パッセイとエドワード・シーモアによる手荒な結婚申し入れの戦いの間、1544年にハートフォード博により寺院は略奪の被害に遭い、五国教様セット校は建物に損害を与えた。ジェームズ七世はホリールード宮殿にイエズス会派の大学を建て、 1688年5月に寺院をローマカトリック教会の教会堂にさせた。プロテスタントの改修らは自分たちの祈りの場として新しいカノンゲート教会を設立した。同じ年の11月、オラニエコービレムによる名誉革命が起き、それまでのカトリック優遇への反動からエディンバラ市民は教会や王室のお骨堂の略奪に走った。 寺院の屋根を含む復興活動が1758年になされたが、屋根は1768年の大暴風で被害を受け、現在まで廃墟のままになっている。スコットランド協会は、未だ修道会名をホリールードアベーとしているが、この修道会は後ビクトリア長期にエディンバラの DL プレイスに教会を建てた。古いホリールード寺院と遠くない距離である。 教会の建物は1900年12月に開かれ、アベイヒル自由連合教会といった。1843年のスコットランド教会の分裂により、カノンゲート教会の修道会の一部はホリールード自由教会へ変わった。新しい建物がホリールード宮殿の前に建てられた。この修道会は1915年に、 アベイヒル自由連合協会と統合をされ、今後は DL プレイスの協会を使用することになった。1929年にスコットランド自由連合協会とスコットランド協会が統合し、修道会はホリーールドアベイ協会の名で知られるようになった。2006年から2007年にかけ、建物は広範囲に改良がなされた。現在、 スコットランドのホリールードアベー教会修道会は保守福音主義としてエディンバラでよく名前が通っている。かつてのホリールード自由連合教会の建物は宮殿に隣接し長年店舗として使用されてきた。2003年広範囲に改修されイギリス王室の収集品を展示するクイーンズギャラリーエディンバラとして再オープンした。ありがとうございます。